斉に飛び出す男たち。彼らの名は麻薬 G メン。うわ、暴れるな、暴れるなよ。逮捕状、我々麻薬取締官。巧妙化する外国人密売組織の最新手口、覚醒剤は我々の暮らしのすぐそばにあった。これ覚醒剤ですね。MDMA かな。そして覚醒剤の密売が行われるという緊迫の現場にカメラが潜入。帰るの、この辺で。この辺帰るの。我々のすぐそばに迫る麻薬の闇、麻薬 G メン、密売人摘発の一部始終を追った。愛知県名古屋市、その中心部に広がるセントラルパーク。家族連れやカップルなどでにぎわうこの公園で、実は夜な夜な覚醒剤の密売が行われているという。売りに来ますよ、いらんのよ、そういう人が。何か欲しいものあるって、はい、声かかりました。密やってる子聞くけど、僕はやったことないけど、5、6人じゃないかな。覚醒剤は本当にここで売買されているのか。我々は売人とみられる外国人への接触を試みた。それは週末の午後6時過ぎ。取材を行う我々に怪しげな男性2人が声をかけてきた。2人は中東系の外国人とみられ、ラフな格好をし、タバコを吸うなどしながら辺りを徘徊していた。帰るの、この辺で。何、この辺帰るの。何帰るの。 S 誰言ってそこに行くの。ネットとかで出てるし。ネットとかでいくらな。やってない、やってる人まだ来てない。何時ぐらい行くの。いつ時間がわからない。売人は後からやってくると我々に告げた2人。そして取材を警戒したのか、スタッフが持つカバンを気にし始めた。え、ここでいいじゃん。見せてあるんだろ。え、電話見せて。え、ダメだよ。これ何。なんでもない、俺の荷物。見せて。見せないよ。その後2人は公園から姿を消した。厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部。ここで違法薬物を日夜取り締まるのが麻薬取締官、通称麻薬 G メンだ。5月18日、この日麻薬取締部である会議が行われた。いよいよね、去年11月から始めた捜査だよ。とりあえずこれをきっかけに上に上るということで。半年前から内偵捜査を行ってきた密売人の摘発が決まった。今回のターゲットはシルバーの乗用車に乗ったこの男。この車を使い覚醒剤の密売を繰り返している。高列があるんで、うん、この辺に1台、うん、で、うん、ここに、まあ、私乗るんで、うん、こうテケテケ来た時に、うん、もう行くって私が言うんで、その時にもうこっちも出てもらうと。男は毎日午後5時から密売に出かけ、住宅街などで覚醒剤を売りさばいているという。現段階では、末端の密売人だというふうに考えています。外国人密売組織というものが、背後にあると考えています。男の背後にあるという麻薬密売組織。 G メンの調べによるとメンバーは少なくとも10人以上。
組織のまとめ役である狩猟を頂点に、集金役や客からの注文を受けるオペレーター、客と接触する売人など役割が分担されているのが特徴だ。そしてその下に日本人の客200人から300人がついていると見られている。摘発にあたっては激しい抵抗にあった時に備え、防刃チョッキや警棒のほか拳銃も携帯する。向かったのは繁華街にほど近い住宅街。内偵の結果、男は密売に使う車をコインパーキングに止めているという。この捜査の撹乱というかですね、毎日のようにですね、こいつら駐車場の位置を変えるんですよ。 G メンは密売人の車を囲むように3台の車を配置。密売人が車へと戻った一瞬をついて、7人の捜査員で一斉に取り押さえようという作戦だ。暴れ、逃げるやつもおるし、はい、まあ、いろいろだよね。ここ2回ぐらい見てないですけど、だいたい車の中に整理と。これまでの内偵捜査で密売人が現れるのは通常午後4時。その時に備え、ひたすら密売人が現れるのを待つ。密売人が現れると見られている午後4時を過ぎました。今のところ密売人は現れていません。いつもであれば姿を見せ始める時間だが、一向に動きがない。この日は現れないのか。そう思われたその時、駐車場に現れたのは緑色の T シャツを着た30代の男。密売人とされるあの男だ。男が車に近づいたその時、Gメンが一斉に確保に向かう。7人がかりで密売人を取り押さえる G メン。まさに一瞬の出来事だ。うわ、暴れるな、暴れるなよ。お逮捕状、我々麻薬取りしました。覚醒剤譲り渡しの罪で逮捕起訴されたのはイラン人マハムード・ザレホルミズィ被告。覚醒剤約 0.36g を代金2万円で譲り渡したものである。どう？なかなか認めないマハムード被告。午後4時12分、あなたを今の事実で逮捕します。さすがな、力入れるね。力入れるな。チッ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 チ。マハムード被告の車の捜索が始まった。ブブツがありますね。入ってる可能性がある。ちょっと待って、うん、これ多分そうだと思いますね。はい、違う、うん、パケだ、うんうん、これは係だ。しかし肝心の薬物が見当たらない。もし見つからなければ半年間にわたる内偵捜査が水の泡だ。この後 G メンは意外な場所へ。そこはなんと全く関係のない住宅の玄関先。そこから見つかったものとは。麻薬の取り締まりを専門的に行う麻薬取締官、通称麻薬 G メン。逮捕起訴されたのはイラン人マハムード・ザレホルミズィ被告。懸命の捜索を行う G メン。しかし
肝心の薬物が見つからない。実は G メンは事前の内偵捜査である場所をマークしていた。そこは何の変哲もない住宅街。とある住宅の前にシルバーの乗用車がやってきた。中から出てきたのはマハムード被告だ。その車はすぐにその場を後にした。一体何をしていたのか。摘発後、Gメンはその現場に向かった。民家の駐車場前にある鉄製のスロープを捜索すると、その裏には磁石で固定されたポシェットが隠され、中にはなんと覚醒剤など違法薬物がぎっしりと詰められていたのだ。これ覚醒剤ですね。これタイマーですね。 MDMA かな。実は G メンは内偵捜査でこの場所から薬物を取り出すマハムード被告の姿を捉えていた。結局関係先4カ所の捜索で覚醒剤およそ 167g の他に、通称エクスタシーと呼ばれる MDMA、 大麻など末端価格にして1000万円以上の違法薬物が押収された。まさに違法薬物のデパートだ。実はイラン人密売組織には最近新たな傾向が見られるという。以前は自宅に隠すということがよくあったんですけども、最近では誰もが目にするようなところ、例えば民家の植え込みとか階段の下とか鉄板とか、どこにでもあるようなところに隠すということが我々の盲点になっているというところもあります。その後の調べでマハムード被告は多い月で1ヶ月に1500万円を売り上げ、その1割程度を報酬として得ていたことが判明した。調べに対しマハムード被告は覚醒剤の密売については容疑を認めているという。去年1年間で押収された覚醒剤の量はおよそ 370kg、 検挙者の数も1万人を突破した。ある夏の日、容赦ない夏の日差しが照りつける中、麻薬取締部は次の摘発に向けた内偵捜査に着手していた。綿密に行われる打ち合わせ、組織の壊滅へ向け G メンの懸命の捜査は今も行われている。